それでは2つ目の事例として、高井市長会の根岸様どうぞよろしくお願いします高井市長会の根岸でございます、よろしくお願いいたします <laughs> もうあの今、鈴木さんがもう、われわれが普段防災に関する活動をやってて、感じたことをすべておっしゃっていただいたので、もういいかなっていう感じはあるんですけれども、一応、出てきたもんですから、話だけさせていただきます。 であの活動事例の概要というところであの書いてますけども、まあ、いかにして防災への関心を高めるのかこれがやはりすごく重要です。で防災訓練だとかいうのをもう何年も経験を高市商会としてもしておりますで。やはりここにも書いてますように組織が抱える課題っていうことでいくと一般の住民の方っていうのはやっぱりあんまり あの防災のへの関心がないですであの若い方は特にあの日頃からお忙しいお仕事もされてるっていうこともありますしなかなか来られないでまあそこには当然人も集まらないっていうことがございますで多分防災に関心がある人って防災オタクなんですよね大体出てくる人は必ず一緒ですで何度も来ていただくのはありがたいんですけれども 同じ人ばっかりではその防災の意識っていうのは全然広まらないということにあの懲会としても悩んでおりましたで、まあ、その下に書いてますけども「レッツ・防災」という催しを小学校百合川丘小学校とお借りして、まあ、あの大々的にやってたんですけども大して人来ないでまたあのここの会議室をお借りして「レッツ・防災・ミニ」ということで防災講座を。 年に何回か開いてましたけども、まああまり対して来ない。いや人が集まりにくいなっていうのはもうこれはもう本当にあの切実な <laughs> 悩みだったとっいうことでございます。でただですねあの小学校に対して出前の防災講座、防災教室を何度か させてていいただくことがございまして例えば、入川小学校だとか、岡上小学校だとかでえ、防災教室を何とかさせていただきました。で当然あの、子どもたち向けの防災教材を作るということが前提になってまいりますので、えー、そうやって、えーまあ、防災教室をやらせていただくと、子どもたちはその防災に対してすごく関心を示してくれます。で特にあの阪神淡路の 写真だとかをプロジェクターで写したりあるいはまた、えー、東日本大震災の動画を見るともうあの小学校3年生とか6年生の子どもたちっていうのは知らないんですよね東日本大震災も知らないっていうこともございまして非常に興味を持ってくれるで特にです、ね、何か質問ありませんかっていうことで、えー、話を聞くとですねもうペットのことが心配で仕方がないんですね子どもたちは。 犬飼ってますけども避難所行けますか猫飼ってますけども大丈夫ですか目玉か目あの金魚とかメダカ飼ってるんですけどどうですかみたいなことまで聞いてきます。非常に関心を持ってくれるっていうのは実際あの防災教室やって分かったことです。ということでですね高石町会もちょっと方針変えようということであの防災イベントというよりもここにもちょっと書いてますけども高石サマーフェスティバル。 とか高石フレアフェスティバルということで川崎市アートセンターをお借りしてやるこういう、まあ、あの方針に変えましたでそこで何やってるのかっていうと子ども向けのイベントをやります折り紙飛行機の飛行大会で上位3人はドローン上げるよだとかですねあとのダンスパフォーマンスダンス教室行ってる子たちって結構いるのでダンスパフォーマンスをやる であの夏のアートセンターをやった催しでは動員数は180名で冬2月にやったのがこれ220って書いてますが300名実は超えてました300名超える人があのアートセンターにギチギチに入っていろんなことをやってるで折り紙飛行機大会だとかっていうことでやってますちょっと具体的な非常にあの雑なあのプレゼンなんですけども これ、あの、ダンスパフォーマンス大会です。これ、あの、百九十席ぐらいあるんですけども。前で、あの、ダンスパ、これ、ヒップホップなので。あの、すごく音量出すスピーカーを入れてます。ですから、百七十席、満席になりました。もう、親御さんでいっぱいでした。で、次にですね、あの、まあ、いろいろ、やっぱり、子供たちが楽しめる催し。っていうのを、同時開催しています。 であ,のあそこには3階にコラボレーションスペースっていうのがあるんですけれどもそこはまあ自由に使っていいよっていう,うになってますのでそこであの先ほども鈴木さんから出ましたけどもれ子どもたちが遊べるものをあの的当てだとか輪投げだとかっていうのをやったりだとかであとはあの一番下の方にはあの折り紙飛行機ですねでそれで中で飛ばしてもらって距離を計測するであの午前中と午後からやって。 それでまあ,あの上位3人さんにはああいうドローンを開けちゃったりなんかするともう子どもたちは一生懸命来ます、まあ、こんな感じですねこんな感じで飛行機飛ばすでこの時にですねあの何をするかっていうと夏は一応あのアルテリオ映画館っていうのを書いて、まあ、子ども向けのアニメーションをやったんですけどもその直後に。 あの防災アニメーションこれはの高橋商会で自主制作した子ども向けのアニメーションですけれども「えー、防災って何だろう?」っていうのとあと2作目が「レッツ防災街歩き」って言って、まあ、あの私の孫なんかにですねあのロケーション孫と一緒にロケ,ロケをしてで、まあ、いろんなあの危なっかしそうな防災あ危なっかしそうなところを見て回りながらそれを、まあ、あの説明をするっていうのアニメーションを作りました。 結局あのこういう見せるものから子どもたちに、まあ、興味を持ってもらうだからあの堅苦しくなんかあの「ここは盛り土があってね」なんて言っても全然響かないんですでこういう感じであの両方とも10分ぐらいで本当にあの MC さん、まあ、これアニメーションですのでああいう女性がしゃべるというイメージなんですけども MC さんはあのプロのアナウンサーにやっていただきましたでないとあのなかなか MC 難しいです まあこういうものを作ってとりあえず子どもたちの気を引くで先ほどもございましたけれどもあの子どもたちを引っ張り出せば必ず若い弱がついてきますでまずは子どもたちをあの洗脳して、まあ、洗脳じゃないですけどもやっぱり子どもたちにいろんなことを分かっていただいてでそれにまあ親御さんが共感していただくというやり方しか多分もうないだろうと。 これだけ街も人々も高齢化してくるとやっぱりその我々の世代と子どもたちあるいはその親御さんの世代で分断がやっぱり起こってるんですね経済的にもそうかもしれませんし時間的にもそうかもしれませんそういうことがあるのでそこをなんとかつなぎ止めようっていうのがあの高市長官が狙ったところですでなんかあの偶然ですけどもキャンプ用品とかも展示をしました <laughs> で結局、キャンプ用品があのサバイバル防災の役に立つよということで実際にこういうものをあの展示をしてアートセンターでまあ高橋町会が持っているまあいろんな防災資機材を展示をしてで特にこういうものも展示をしましたでキャンプやると防災なんか起こった時もちょっといいよつながるよ楽になるよということでこれ実際にあの高橋町会が貸し出ししてます、今。 あのこういったものを揃えてキャンプシーズンになるとちょっと一回もキャンプしてないんだけどもなんとかならないかっていうようなことを聞いたので高市町会がいくつか揃えて貸し出しをする仕組みを作ってます。実際に借りてキャンプに行かれる親御さんもいらっしゃいますのでそういうところでやはりま細かい話ですけども防災訓練防災訓練だけじゃなくってまあこういった身近なところから防災の知識というものを 持ってていいいいいただくのがやっぱり非常ににいいんじゃないかなかという,ふうに考えてますですからこういうふれあいフェスティバルだとかサマーフェスティバルこういうポスターを作って皆さんに回覧していただいさせていただいたりとかあと高橋商会ってあの、まあ、それなりにあの IT のリテ,ラリテラシーが高いかって言うとそうじゃないんですけども LINE 友達だからあのいわゆる公式アカウント ホームページもやってますけども LINE の公式アカウントを運営していますでだいたい2900世帯あるんですけどもだいたい友達登録していただいているのが660名の方が友達登録していただきましてでそこでいろんな情報 LINE で流してそれでホームページの方に来ていただいてそれでまあ防災情報をいろいろ発信するとであの今日はもう全然あの時間の関係もございますのでお見せしませんけれどもあのいわゆるあの防災マップ 街歩きをして危なそうなブロック塀だとかそういうようなところをですね全部表示できる Google マップ Google マップに、えー、いろんな防災の情報ををを落としてしててそれ公開いますで実際、まあ、何かあればそういったものを参考にしていただいて、えー、例えば自分が住んでいるところから小学校に避難するところどれだけ危険な箇所があるのか。 っていいいいううのをあらかじめ見ててたただける、まあ、こういっっ取り組みをやっています今日はもう,あのもう説明はこれ以上いたしませんけれどもそういったものも含めてやはりあの若い人たち子どもたちですね特にそういった子どもたちをまず防災に関していろいろ知識を持っていただく理解をしていただくというところから、まあ、親御さんに波及していくんじゃないかということを今期待をして、まあ、いっぱいそういう取り組みをしていると。 いう状況でございます。一応、あの高橋市長からの取り組みとしては以上であります。ありがとうございました。